勝手に始め、うん、また新しい企画を始め、うん、1000円以内で、この1000円を使って好きなものを食べてください。まさかの自販機です。おさわりみたいなのおさわり言ってた。はい、やった。何？どうも、うどんタクシーのラムちゃん。やってきました。やってきました、琴平町。山蔵に。じゃあ。なんかあの今日はね、うどん屋さん2軒しか行かないっつって、さっき1軒食べ終わったところでラムちゃんがお腹減ったって急に言い出すんでじゃあこの参道で好きなもん買って、はい、1000円以内で、うん、この1000円を使って好きなもんを食べてください。ラムの街ブラチャンネル始まりました勝手に始め、うん、また新しい企画を始める、うん、じゃあ、とりあえず肉ぶっかけ食べる。いや、うどんかい何がいいかな。アイスでいいやろ。プリン、美味しそう。アイス、アイス100個ください。100個？ちょっと、異次元の数字すぎる。ツッコミが遅なったわ。てんてんてん、うん、考え。はちみつ入りソフトクリーム。うわ、蜂の巣が入っとる。ソフトクリームの中に。そうなの？うん。すごかった。うちんくのベランダに、うん、あの、泥鉢の巣ができた。よま、おめでとう。泥鉢の巣できたんや、おめでとう。うん、すごいやん。そう、あの、え、でも駅中らしいです。外中じゃないって。あ、そうなの、うん、よかったね。うん、教えてもらったから取らんとそのままにしとる。うん、いいね、いいね。なんか雲とか食べてくれるらしいです。あ、いいね、生えた。うちんく今、うん、家の中に雲を澄ましとんですよ。うん、何？ゴキブリのため？いや、わ、蜂や。クロヒ君に寄ってくるらしい。えい、やめろ。あ、運試しのするって言ってます。あ、ほんまや。箱でしよう。うん。さあ、コンピュラサンドで初めて購入します。まさかの自販機です。しかも自腹でどこがいいかな。こういうの行ったことないですか？えっ、オレンジジュースや。はい、ブー。2223だった。まあこんなところで運は使わないんですよ。あ、そうですか。オレンジジュースおめでとう。フル？炭酸ちゃん？炭酸じゃない、普通のオレンジジュース。登るん？え？登らないですか？登ってもいいけど。上まで？私この2週間で4回目になるで。この先もうなんか足が拒否してるもん。今痛いって言われる。急に。私も今この10段ぐらいしか登ってないけど、太もも張った。一瞬で。日頃の運動の。運動しようやろ？でもスポーツトレーナー。一応ね。うん、でも、いや、でもそんな、全然、してないっちゃしてない。最近おさぼりしとんで。おさわりみたいなのおさぼり言ってた。おさぼりしとんで。生き上がるわ。あ、おいしそうね、これ。お菓子屋さん。豆屋さん。杖買わないか、杖。射的したことない。面白そう。うわ、やる。どうやってするんか分からん。細
細い方があるので細い方を先っちょ詰めてもろて、はい、レバーカチャッて言うまで引いて打ってください。やばい顔になってるけど大丈夫、顔やばいよ。いけたんじゃん、もっと見てる、あ、見てる、力強すぎて。ちょっと待って、何狙うか教えてもらっていい？え、何狙い？下に落ちたお菓子は全部持って帰ってもらえるんですよ。やったよ。で、この棚にポタって溜まったやつは残念賞のうちの勝ちなんですよ。あ、なるほど、はい、じゃあ後ろに落とさないと。後ろでもポーンと当てて下に、この下に落ちたら OK です。はい、前ぐーっと行ってもいいし、ここでこう固定しても。とりあえず一発打ちますよ。うん。せーの。いや、当たってない。すごっ。当たってない。威力あるでしょ、でも。すごっ。あ、こういうことか。まだ打たんとてよ。いや、それ、当たってますよ。どれぐらい、どんぐらい？いや、当たらんな。おい、やった。何？しんちゃんラムネ。やった。よかったよ、お腹減っとるって言うて。私、あの恐竜を倒す。あ、恐竜を倒しとんや。うん。マリーの上の？はい。うん、いいね。まあまあ重たいよ。山ですか？うん。下が痛い。ね、狙う人おるけど。頑張れ。あ、ほんまや。いやいや、かすってない、かすってない。こいつ自体が重たいのよ。あ、ほんとや。うん。なんかまあ、うまいこと当たれば、落ちるとは思う。いつも重いなりはしよう。なんで難しいやつ狙っていくの？お腹減っとるけん。食べ物にしたら。それか、その下のトミカ。お腹減ったらラムネではちょっとね。トミカ。何狙おうかな。コアラのマーチとかが狙いやすいんですか？うん。上の方当てるの落ちなそうやけど、頑張って。下か。上の方？いやいや、あっちの？え、好きなやつ選んで。じゃあ、うわっ、何？跳ね返ってきたん？跳ね返ってきた。早すぎて、どこに当たったん？え、チョコアンパン。あ、そうなんだ。がっつり食べ物狙っとったんやね。うん、だってお腹すいたもん。当たりどころがね、難しいよね。チョコアンパン、中身が入っとるから重たいのに、ちょっと。あ、たら、あと3回しかない。もう、ラムネだけになるで、このままでいくと。今日のお菓子。取り高なし。この辺狙ってみる？あ、プリッツ、クレターを。プリッツ。かすったん？わからん。どうぞ。かすっとるかどうか。おお、当たった、やったー。くれたフリッツが来た。嬉しい。お菓子二つ目ゲット。あと一玉や。あと一つ。難しい。はい、ダメ。あ、コアラの街ね。はい、ラムネとプリッツだけでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。しますか？おめでとう。おー！すごー！よっしゃー。はい、どうぞ。スパイの仕事しよった。バレたか。スパイファミリーや。パン狙ってみようじゃ。うわ、めっちゃ重い。チョコアンパン。当たったけど無理だと思う、あれはきっと。上の方狙っていけるかな。恐竜を。恐竜は無理や。もうなくなった。どうしても急に落ちた。めっちゃむずいな、アンパンやめよう。
1日2、3個打ちますよ。そうなんですか。そうなんや。もうちょっと簡単そうなんですけど、あ、私あの、うん、トミカが欲しい。トミカはそんな一発でバーンって落とされてもこっち赤字やからここにあるやつ、それと、はい、そっちのランボルギーニスポーツカーが重たいからね、結構絶対落ちんやろ、あれ、うん、あのトミカでも狙ってみますか、上1回は落ちんよ。下の方がいいんだ。全然動かないこれは当たらんね、難しい、うん、あと4発やね。あの1回目はマグロやったんですねお前、1個しか急にゲットしてなくていっぱい当たってる気になってた。私たちの昼ご飯はプリッツとガムでした残念。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。27段目にありました。射的おもろかった、はい、難しい。よし、ありがとうございました。難しい。さあ、うどん屋でも行くか。あと500円しかないよ、私たち。え、ちょっと待って、1000円使ったんじゃん。500円、500円で、うん、使ったし、このオレンジジュースは自腹で買った。うん、そうだね。もう1100円消費してる。ありがとうございます。はい、おめでとう。来ました、オイリーソフト、イエーイ。コンピラさんといえばこの和三盆のオイリーソフト。ラムちゃんの母校、中野うどん学校。サンデー販売してるオイルソフト、うまい、うん、おいしい、おいしい。それ手で添えて食べる人初めて見たかも。嘘ほんま。美味しい、うん、これでお腹いっぱいになる。ならあとでもプリッツに2箱あるけんねじゃあま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 あ、さあ動画いかがだったでしょうか。このゆるいチャンネルがいいと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。本当に本当に最後までご視聴ありがとうございましたこのジュース買って射的してアイス食べてるだけのこのチャンネル、サヌキうどん全然関係ねえうどんの合間にスイーツという感じでやってます。いつもゆるいです、すいません。さあ帰るか。お土産買って帰ろう。終わり、じゃんじゃん。